Shin Yun Performing Arts graced the stage of Bunkyo Civic Hall in Tokyo, Japan on January 29th and 30th, captivating audiences with classical Chinese dance and music. 西洋でもない、日本でもない、すごい独特の、中国の舞踊なんでしょうかね。ジャンプも高くて、女性の方は本当に、優しい、美しい、この和の動きがすごく印象に残りました。映像とその舞台の演出っていうのがあれだけ融合するっていうのはなんか舞台で初めてみたいなっていう感想です。綺麗で、本当に、一話一話もうそれですごく、色だとか中の奥行きだとか映像もすごく綺麗だと思います。最初から出てきた瞬間からもう蝶々みたいに舞っててびっくりしましたね。すごいなんかやっぱ人間の技とは思えないようなのをこうなんていうんですかね、簡単に見せてやってるところがすごいって思いました。バランスといいますかコントラストといいますかその辺がちょっとね今まで見たことのない、映像だなというふうに感じましたね。一つ一つの演技がですね、ちょっと別世界のものかなと思うくらい素晴らしいなと思いました。Shin Yun's live orchestra combines both Chinese and Western instruments. Theater goers found themselves deeply touched by Shin Yun's music. 席が前だったもんですからね、なんかこう空気も動いてるような感じして、とても好きですね。で、個人的にニコが好きだもんですから、すごく良かったです。優しい感じになって、ひょっとしたら涙が出てきそうな感じ、あれが好きですね、すごいですよね。あれほとんどマイクなしでも会場全体に響き渡るような声量をお持ちじゃなかったかというふうに思いますよね、とても素晴らしかったと思います。ちょうど正面で見てましたのでね、本当に非常にもうエネルギーというかオーラがね、伝わってきたというふうに思います。もちろんエネルギーも感じるんですけど、その中国では音楽は薬ですって言ってたのに、ああと思って、それに一番感動しました。確かに心が。 Shin Yun's mission is to revive 5,000 years of traditional Chinese culture from before communism. 自分の信じる信念っていうのにすごく忠実に頑張ってらっしゃるっていうのが伝わってきますね。アーティストの皆さんが自分たち の世界をずっと高めていってるっていうので、それをこう見に来てる日本のお客さんたちも、そこにすごい共感してるんだなっていうのが分かりました。特に日本の社会では中国の伝統文化っていうのは精神文化でね、おそらく強い影響を持ってるというふうに思います。一つはね、誠実だということと、もう一つは忍耐の忍でしょうね、ということと、それから善というのも出てきましたね、この中にね。そういうようなものがとても大きな影響を与えているというふうに思います。中国のやっぱり歴史ってほとんど今壊されてしまってる感じがするんですよね。そこを残そうとする意図を感じました。こういうものは続けていただきたいなと思いました。今まで、僕、39年なんですけど、見たことないですね。本当に素晴らしい、そうですね。で、ぜひもう一度、これは多分全然見ても飽きないと思います。感動しますよね。NTD News, Tokyo, Japan.